古宮克人です。今日も皆さんからいただいた質問に答えていきたいと思います。で、今日は、以前ね、私の動画で、2000年以降の、バッティングのベストナインと、スモールベース版ベストナインと、動画を出してきたんですけども、今日に関しては、質問内容で、守備部門でベストナインを教えてくださいというような質問が来てます。で、今日はその守備のベストナインについて発表していきたいなと思います。で、早速発表していきたいと思うんですけども、いろいろ、守備上手い選手誰だったかなとかいろいろ考えながら、まあベストナインを考えていくんですけど、なかなか、あの人守備上手いなとか、あの選手は守備上手かったなとか、なかなかやっぱいないんですよね。まあ、守備しっかりと、ノックとかの時間もかなり長いので、鍛えてもらってはいるんですけども、抜群の守備、もうそのセンスが光るとか、なんか入学した時点で、まあ、守備上手い選手って、まあ、すでに光ってるというか、まあ、そういう状態から訓練を積んで、職人みたいな感じの守備になっていって、動きが軽やかで、みたいな。そういう選手ってなかなかいなくて、で、いたとしても、やっぱりそういう選手が、セカンドショートとか、そういうところに、集まってくるっていうような構図になってるので、やっぱりその、ファースト、サード、ライト、レフトとかの、守備に、すごい上手いなという選手がなかなかこう思いつかないんですよね。でそんな中で、まあ、いろんな、選出要素はあるんですけども、まあ、総合的に考えて、どういう布陣が一番、失点を少なくできるのかっていうところで、ベストナインの方を選出させていただきました。で、まずピッチャーなんですけど、このピッチャーいろいろ悩んで、で、いいボール掘るとか、まあ、フィールディングがうまいとか、まあ、総合的に考えて、やはり、現在中日ドラゴンズの岡田俊也選手をピッチャーとして選出いたしました。まあ、2009年のエースで、高卒ドラフト、外れ1位ですかね、中日ドラゴンで指名していただいて、現在10年目ぐらいになるのかな、11年目か、その辺に差し掛かってるピッチャーです。で、当然投げるボールもいいんですけども、フィールディングも安定感があって、というところで岡田選手を選出させてもらいました。で、続きまして、キャッチャーなんですけども、これ、智弁和歌山っていいキャッチャーがかなり多くてですね、まあいろいろ悩んだんですけど、まあ2000年以降の、ベストナインっていうことで、まあ、1999年以前の、まあ、先輩方のプレー、誰が上手いとかっていうのは私ちょっと判断しかねるので、2000年以降、まあ私がテレビで見たり、実際選手として先輩あるいは後輩として関わってきたり、あるいは教え子に関わってきた選手の中で、やはり、総合的に見ると道端俊介選手なんじゃないかなと。2011年の正捕手であります。で、道端選手は当然、2011年世代の4番バッターで、キャッチャーとしてもね、やはりかなり視野が広いんですよ。で、配球のところももちろんそうなんですけども、いろんな要素を、本当に情報収集能力が長けてて、もう相手監督が何考えてるのかもう見透かしてるような、そういう風なキャッチャーで、そして、当然ケースによって配球決めたり、あとはランナーの動きとかをケアしながら、どうやっては失点を防げるのか、で、それに基づいてピッチャーをちゃんと引っ張っていって、ちゃんと結果を出していく。そして自身も、まあ、肩が結構いいので、スチールとかも刺していく。で、何よりね、ランナーの離塁が広い時に、もうすかさず牽制いくとか、まあそういうところのセンスがね、やっぱりズバ抜けてるなというふうな印象を持ったので、キャッチャーは道端選手を選ばせていただきました。で、続きまして、ファースト部門なんですけども、まあ、智弁和歌山のファーストって、どちらかといえば、守備が得意な選手が守るポジションではなくて、ちょっと苦手な人、まあ、体が大きくて、動きが鈍い、でも、バッティングは間違いない人っていう人のが、結構ファーストに入りがちなんですよ。でも、そんな中で、まあ、あらゆる要素を兼ね備えた選手が、やはり、一人、いてまして、それはね、竹内真一先輩
になります。2001年卒業ですよね。2年生の時は全国制覇も達成して、3年生の自分たちの世代では、和歌山大会の予選で夏敗れてしまうという結果に終わってしまったんですけども、もう竹内さんのこの、まあ、左利きでこのグラブさばきというかハンドリングっていうのがもう本当素晴らしいんですよね。で、高校では基本的にファースト守られてたと思うんですけども、プロに行ったら外野手も、しっかりやられてて、本当に、このハンドリング、腕の柔らかさとか、まあ、守備全般本当に上手な、人だなというふうな印象を受けています。で、続きましてセカンド部門なんですけども、これは結構悩みました。で、総合的に考えて、ここは、黒川選手を選ばせていただきました。まあ、他にもね、勝也選手とか私の同級生の上場選手とか、まあ、セカンドで言えば2012年世代の川崎康介選手とか、本当にまあ硬い守備、うまい守備をする人たちがたくさんいる中で黒川選手を選んだ理由としては、入学した時は実際この子内野手しんどいかなっていう感じで見させてもらってたんですね。ただ本人もやはり内野を任されるようになって、まあ、プロを意識しだしてから、まあ、二遊間の選手、二遊間をしっかり守れなければならないというところの意識が芽生えてから、本当に守備に当てる時間が長かったんですよ。で、それに基づいてどん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 、セカンドのプレーも上手くなっていって、本当は最初反転のプレーとかあんまり体を上手に使えなくて、股関節も硬くて、そこまでお世辞にも上手いと言える選手ではなかったんですけど、努力によって最後本当にノーエラーですよね。もうなかなかエラーしないんですよ、黒川選手。そういう意味で、まあ、全ての守備機会でしっかりと仕事をしていく、そして、まあ、脚力もあるので守備範囲も広いということで、黒川選手をセカンド部門に選出させていただきました。今イーグルスの方でもセカンドで、勝負して、これからどんどんまたイーグルスの藤田選手とかにね、おそらく弟子入りしたとか、そういう風な記事も見かけるので、これからどんどん、上手くなっていくんじゃないかなと思います。で、続いてはサード部門なんですけども、で、なかなかサードにもこの選手守備うまいなーっていう選手がなかなか見当たらなくて、うまいんですけど、まあ、ハンドリングだけうまくて足があんまり動いてないと か、そういう選手も結構いて、そんな中で、まあ、足も使えて、グラブさばきも良くてスローイングもいいっていう選手をぐーっと探していくと、島直弘選手に、私は選ばせていただきました。これ2012年の選手で、最終的にはショートをやるような選手だったんですけども、下級生の時はサードを任されていまして、そのサードの守備がやはり、根性もあるんですね。ホットコーナーと言われるぐらいしっかりと体張って、あとは速い打球に対してパッと体を反応させてダイビングをポンってやっていくとかね、そういう風な資質がやっぱりサードには必要なので、どちらかというとプレースタイルがソフトバンクの松田選手に似てるのかなという風なところで、島選手をサードで選ばせていただきました。で、続きまして、ショートなんですけども、ショートはやはり守備が上手い選手が集結しているポジションというか、智弁和歌山の中でもやはりキャッチャー、ショート、その辺がキーマンに、なってくるチームも非常に多い中で、この守備部門のベストナインは、上野正義先輩を選ばせていただきました。で、上野さんは、ジャスティス上野という名前で、YouTuber としても活躍されている大先輩で、その YouTube の映像とかでもね、上野さんが守備をやってる映像とかもたまに流れるんですけど、やっぱり今でもうまいですよね。智弁和歌山って本当にノックをミスするとバーって捕まって、もうずっとその一人の選手だけノック打たれて、周りの選手はとにかく応援するっていう構図が結構あったんですけど、そんな緊張感のあるノックで、上野さんの伝説で言えば、もう本当にこの普通のグラブじゃなくてトレーニング用の小さいグラブでそのノックに入るとか、全然でもそれでもめちゃくちゃうまいんで、正確にプレーして、その高島先生に叱られるとか全然恐れずにシートノックに入ってたっていうような伝説とかも聞いたりして、いや普通そんなことできないんですよ。でもそれをやってのけた、上野さんがやはり、西川慎太郎選手とかも、非常に、競争にはなるんですけども、脚力とか、まあいわば肩の強さもそうですし、総合的に考えて、上野選手の方が上かなっていうところで、ショートは、上野先輩に選ばせていただきました。
で最後外野の3選手なんですけども、ここはやっぱり、センターを守る選手に非常に守備力が高い選手が集まってきて、やはりレフトライトを守る選手でなかなか智弁和歌山で守備力が高い選手っていうのは現れないんですよね。まあ、肩が強いとかそういう選手はいてるんですけど、やっぱり脚力が欠けてたり、ボールの追い方が苦手だったりとかいろんな選手がある中で、センターの選手を中心に選ばせていただきました。で、まず一人目なんですけども、ここはまあ西川春樹選手選ばせていただけたらなと思うんですけども、まず智弁和歌山に入学した時は内野手だったんですけども、ちょっとスローイングに、課題があるということで外野もやるようになってきて、で今は、日本ハムでもセンターを守ってて非常にいいプレーをやっていくと。で、まあまあ、日本ハムの時も最初入団当初は守備うまいなという印象はなかったんですけども、本人もかなりバッティングももちろん走塁ももちろんそうなんですけども、守備をしっかり練習してきたのか、最近は本当にゴールデングラブ賞をしっかり取れるようなぐらい、守備が非常にうまくなってきて、もう本当に西川春樹選手は、智弁和歌山の守備部門で文句なしで、まあ、1人目で選出されるような選手へと、どん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 プロに入ってからも成長していけたんじゃないでしょうかね。はい。で、2人目なんですけども、これまあセンターの選手いろいろあるんですけども、これ今、現役の新3年生の宮坂選手を選出したいなと私は思います。で実際私が宮坂選手にいろいろと外野守備を指導したりしたことはないんですけども、まあ私が、智弁和歌山を退職した後も、智弁の試合をたくさん見る機会がもちろんあるんですね。そんな中で、まあ宮坂選手が基本的にセンターを守ってる時に、もう本当に打球感がいいというか、なかなか宮坂選手のところに飛んだらヒットにならないなっていう印象があって、で、当然足も速いですし、スローイングもまあ悪くないと。でそんな中で何が突出しているのかというと、ポジショニングなんですよね。もう常に一球一球、打球に対して、素早く動けるようにして、で、普通の選手が、ダイビングキャッチしてファインプレーに見せたりするところを普通に取るというか、でそうやってセンターの広大なポジションですよね、右中間左中間あと前も後ろも、全てにおいてしっかり守れるということで、2021年世代ですかねの宮坂選手を、外野の2人目に選出させていただきました。でこれ3人目なんですね。3人目いろいろ迷った中でぐる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 やっぱり2000年以降の外野の選手を自分の中で思い起こすんですけど、この3人目に関してはね、私古宮で生かしてもらえたら、いいかなと思います。でまあ2011年以降、まあ、いろんな外野手に、守備のこととかを指導してきたんですけども、この選手間違いないなっていう選手がやはりあんまいなくてですね、で捕球に関しては、前回の動画で上げさせてもらった、神崎選手、この選手がやはり宮坂選手と同様打球感が素晴らしくて、こと捕球に関しては文句なしなんですよ。ただスローイングに少し課題があるという意味で、総合的に考えて、私の方が少し、守備力で言えば上かなというところで3人目私選ばせていただきました。で、まあまあ他にもたくさんいろんな選手がいてるんですけども、こと守備っていうことになってくると、なかなか、智弁和歌山で本当に突出した選手がこれまで本当に現れてなかったなというようなところで、まあ若干ちょっと反省の意を込めて、まあ今日は発表させてもらったんですけども、まあ、こんな感じで、守備部門のベスト9とさせていただきます。どうもありがとうございました。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このように、いただいたコメントに対する動画も、作っていきたいと思いますので、どうぞ皆さんお気軽にコメントの方もお寄せください。またいいねボタンとチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いします。